こんばんは。花粉症でボロボロのごま八の快適高齢田舎ライフです。今日は花粉が飛んでおります。で、できるだけ花粉症にもいいようなメニューをとは考えていますが、本日はですね、こちらのお鍋、常夜鍋です。はい、常夜鍋ってなんで常夜鍋っていうかご存知？ずっと夜中毎晩食べてもいけちゃう。常の夜ですからね。で、まあ大体が豚肉 と、たっぷりのほうれん草でいただきたいと思います。これ私初めて東京で食べた時は、からしをで食べてたんですが、いろんなレシピ見ても、ポン酢で食べるケースが多く、でも私は最初に食べた印象があるんでからしで食べるのが好きなんですが、今日はからしが切れてますので、レモン醤油、レモンのポン酢みたいな感じでいただきます。その他にはですね、せっかくほうれん草があったのでビールのお供にと思いまして、ほうれん草と卵をちょっとバターで焼いてます。はい、それから昨日のわかなの残り、わかながすごく大きくてお刺身でとても食べきれなかったんで、残ったのを超手抜きの照り焼きにしてます。フライパンとかで焼くとめんどくさいので、アルミホイル、焦げつかないアルミホイルに置いて、みりんとか醤油とかをジャジャンとかけてそのまま焼いた感じですので、もうほぼ焦げかかってたんで、ちょっとどんな味か分かりませんが、あと今日面白いところでですね、ごぼうだけでご飯炊いてみました。普段夜はご飯をまず食べないんですが、お寿司ぐらいしか。でもなんかごぼう、鶏ごぼうご飯がいいかなと思ったんですが、鶏がちょうど鶏もも肉が切れていたので、ごぼうだけでご飯、本当にごぼうだけ、本当にごぼうだけ、鶏もなくって、そう、ごぼうだけで、それでレシピ見たら、ここはいろんなもん入れたくなるとこだけど、まあまずは一回ごぼうだけで食べてみてくださいみたいなのがあったんで、本当は揚げを入れてもよかったのよ。ただちょっと肉が入ってるっぽい感じになるじゃないですか。でもあえてのごぼうだけで、ごぼうはほらあらゆる病気にいいでしょ。だからもうこんなでっかい太いごぼうを一本入れてます。はい、まずはじゃあ乾杯しますか。で、普通ごぼうのレシピはみんな炊き込みご飯とかささがきにするんですけど、なぜかうちのおばさんが作ってた大分の鶏の炊き込みご飯、かしわ飯と言ってましたけれども、はなぜかごぼうを小口切りにするんですね。そうするの方がなんかごぼうの旨味がある感じで、だから私はまあ小口切りとささがきと一緒にいろいろ、かしわ飯の場合はなんか丸、この切り方もなんか合ってる感じ、ね、合ってる感じするよね。あれがささがきだとなんかちょっと違う感じがする、うん、はい、はい、じゃあ今日も一日、はい、どうも、はい、いただきます。花粉症のに冷たいドリンク、もう鼻が痛くて痛くて、はい、じゃあいただきます。はい、その前に、あ、そうだ、サニーちゃん、そうだ、サニーちゃんご飯できなさい、はい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 、ご飯ちゃんね、はい、はい、たっぷりドッグフードどうぞ。これキムチ、あ、これは、うん、よし、今日いただいたキムチ、すっごい美味しそうなキムチなんです。はい、花粉症にキムチはちょっと刺激が強いから、私このキムチ大好きなんだけど、もうあえてちょこっとしか出してない。花粉症が落ち着いたらもうガツガツいただこうと思います。はい、ということで、この番組は手間をかけない、時間をかけない、お金をかけないけれども美味しいものを食べたいと願う高齢者による、高齢者のための楽しくて美味しい愉快な
晩酌番組です。もう一回。はい、あら、サラダが可愛い感じで入ってますね、これね。ヤムをかけてこれか、うん、今日これビールに合う感じで、うん、ちょっと洋風に作ってあります。うん、バターで、ヒルデンバターで焼いてます。うん、で、味はクレイジーソルトで味をつけてます。あ、美味しい。便利ですよね。普通はもう洋風の味付けはもう全部クレイジーソルトとかクレイジーガーリックばっかりで楽だし、うん、どう？以前のバターは感覚力がありますね。バター美味しいね。ツーランク上の感じになりますね、これ。これ火入れとこうか。ゾヤ鍋だし、これはもう豆腐とかはまだか、うん、日本酒も入れとこうかな。あれ、日本酒は あこ、はい、日本酒じゃなくて日本酒、ちょっとだけ日本酒、ちょっとだけ、ちょっとだけっていうか日本酒も飲みたいです。あ、でもじゃあ軽くこれ缶のなら缶しときますか。缶しなくていい。鍋があったかいから。こういう状態が2ヶ月ぐらい続くんですよ。花粉症大変。薬飲めばいいんですけどね。はい、私がね、薬嫌いで。これあったんだ。あ、そうそう、それがあって今日の。これにこれをかけちゃう。どれに？とりあえず、うん。どうだろう。じゃいただきます。これは池月ですね。岩見のお酒、池月です。花粉症に日本酒はちょっといまいちなんですけど、うまいもんはうまい。で、この辺にね、これをちょっと食べてみようかと思うんです。私、うんうんうん、これね、ちょっとこれはブリの照り焼きならぬワカナ、ワカナだからブリのまだもっとちっちゃいやつですね。いろんな言い方があるよね。うなだだっけ、なんだっけ。いただきます、うん、どういいやつか、いい、うん、うん、おいしい、おいしい、うん、これはもう間違いはないですね。何が間違い？これ意外と味が今回薄いんで、うん、まあこれ大体何にでも合う感じです。ごぼうが多いからこれはヘルシーですよ。ごぼうだらけ、うん、肩書きと両方、うん、いいお味じゃないですか、うん、もうごぼうで、でこれだしはあのまあかつお系でも昆布系でもいいと思うんですけど、私は一応少しですけど鶏ガラだしにしたんです。鶏とごぼうの相性がいいので、うん、焦げてるわけじゃなくていい感じで、まあ、うん、ベルダム的な感じ、うん、ベルダム、うん、オーブンに入れてたら忘れてしまって、うん、臭いと思って見たらもう焦げかけてたんで、醤油が焦げてるだろうね、うん、なんなの、あら、サニーちゃんにヨーグルトあげよう、ヨーグルトあげよう、ね、
この照り焼きとごぼうご飯が合うね。うん、合う。うんね、これはもう先に豚肉とほうれん草直前。うん。このレモンって何？どうやればいいの？ポン酢代わり。あの、食べるかもね。うん。柚子でもいいんだけど、なんか豚肉だからレモンの方が合うかなと思って。豚肉。これがね、うん、豚だから。はい、ここに自分で。よいしょ。もう他のものは何でも食べられます。いただきます。お上品もんね。お上品。バターがね、やっぱりね、牛乳バター。ほうれん草好き？ほうれん草、あ、両方あるんだ。そうよ。中華、これがメインなんだけど、せっかくほうれん草があるから、ほうれん草のオムレツっぽいのも美味しいかな。はい。汁ちょっと入れる、うん、これにレモン醤油をレモンとレモン醤油、うん、あ、私、うん、できるだけほうれん草は醤油入れる、うん、軽くちょっと入れた方がいいと思うよ。塩味とか全くついてないし、できるだけほうれん草をきれいにちょっと揚げといて色が変わるからね。よいしょ。はい、あ、まだあったね。よいしょ、はい、じゃあまずこれだけで昆布味だけ。上品。うん。うん。おいしいです。よいしょ。これにね、レモンをちょっとかけて。レモンが合うと思います。よいしょ。これ。うん。よいしょ。レモンをちょっとかけて。で、醤油をちょっとかけて。ポン酢っぽくして。鍋、鍋なんだけど、まあなんか、まあ、おしゃれだってわけで、まあ上品な、うん、あんま癖が変にない、豚肉だけど全然そんなことなくて、だからやっぱりこの毎晩でもいけちゃうぐらいの感じになるけどね、うん、ほうれん草美味しいです。これ豚肉どこの？これは私がいつも買っているお肉屋の藤子ちゃんの。牛肉よく買うでしょ。牛肉と豚肉とひき肉といろいろ。すごい安くて美味しくて美味しいでしょ。何やって、何やってんの？タニちゃん今ゲップしたね。ゲップっていうのはなんか
今日も何もかも美味しくてありがたいです。花粉のモヤモヤもふうと吹き飛んだような感じです。それでは今日もゆっくりこれから晩酌をいただきたいと思います。はい、今日も一日ありがとうございました。